さん、ごきげんよう。このビデオを見る前に、こちらのね、動画を見てほしい。動画の説明欄にあるんで、見てから、この動画を見ることを推奨します。今回は、そうだね、前の動画の、ま、続きみたいなもんだよね。こちらの油カレーというカレーをさばいていきたいと思います。でかくね。まあまあこんなもんでしょうね、カレーなんてね。めちゃめちゃ久しぶりにカレーをさばきます。まだ1年ぐらいさばいてないんじゃないかな。本当にさばけるかわかんないんだけども、さばけなかったらさばけなかったでごめんな。まあ種類違うんだけどね、油カレーじゃなかったんだけども、前のカレーは。まあしょうがない、もうそのカレーはもう忘れる。だからこいつをさばくぜ。うわぁ、ぬめり取りだ。うん、エラのところを切って、でお腹を切って内臓出すんだけども、さすがにこのデカさのカレーは初めてだ。内臓とエラが取れたので、この頭落とし。いやー、このカレー顔すごくね。ほら、こんなにすごいカレー俺初めて見た。頭を取ったら5枚におろすわけだ。5枚おろし久しぶりすぎて。あ、でも結構、普通のカレーとかヒラメよりかは全然さばきやすい。カレーがおろせました。というか、なんかね、思ったのが、普通のカレーとかヒラメよりも、やりやすいって思ったね。俺が思ってたより、綺麗におろせたなと思って、俺の予想ではもうちょっとぐちゃぐちゃになるのかなって思ったんだけども、全然そんなこともなく。だからなんか、初心者で、カレーさばきたい、カレー5枚おろしにしたいなっていうんだったら、多分、油カレーおすすめ。ということでね、今回は、油カレーの、焼きを作っていきたいと思います。アルミホイルないやないかーい。カレー5枚にしたらだいたいこれくらいの大きさになるんですけども、まあ大きいじゃない。だからこれをね、とりあえず半分に切る。で、使う分のカレーに、塩コショウでまず味付けをする。買ってきたばっかりのアルミ、あ、間違えたな。俺は今何を買ってきたと思う？そうだね、アルミホイルだね。このくだりをやらないとトミックじゃないって、クレームをこの前いただいたので、やらさせていただきました。そんなクレーム出すやついんのかよって思ったでしょ。いるんだよ世の中ね、いろんな人がいるから。マジで味付けをしたね、カレーをアルミホイルの上に乗っけて、アスパラガスをちょっと添えて、でちょっとね、俺マイタケが好きなので、マイタケをシュッシュッ、バターを乗っけて、日本酒包みます。よいしょ。そしたら何をする？あ、そうだね、フライパンに火をつける作業を始めるよ。アルミホイルをフライパンに置いて焼く。うわー、やばい、超いい感じじゃん。やべえ、超いい感じ。あちーん、で、できました。これはさすがにまずいそうっていう人はいないでしょう。だって多分美味しいと思う、やっぱカレーよね。あ、めっちゃやばい、めっちゃ身がホクホク。ほぐしてもうすぐ肉が柔らかい。いただきます。俺ね、普
通に洋食屋とかで出されても絶対にわかんないぐらい美味しい、味も上品、沿岸のカレー行きましたよということで、いやー楽しんでくれたかわかんないんだけども、おめでとうってね、思ってくれる方ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。ということでみんなバイバイキン。